第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲姫路空襲姫路空襲,路空襲とは大東亜戦争末期の1945年6月22日と7月3日深夜から7月4日未明にかけて兵庫県姫路市が受けた二度の空襲のこと空襲から守るために黒い網をかけられた姫路城1945年6月22日9時50分頃 B-29 爆撃機約60機が飛来し、万端線計口駅西にあった、川西航空機姫路製作所を中心に約1時間、爆撃を続けた。爆撃の目的地である製作所は全壊したほか、周辺の民家や道路、上下水道なども甚大な被害を受けた。製作所にいた徴用や学徒動員、社員など多くの従業員や周辺住民を含めた人的被害は、 死者341人、被災者1220人。1945年6月22日午前9時46分から、同10時37分アメリカ陸軍航空軍、第21爆撃集団所属、第58爆撃弾52キャン M64350.7 メートル、トン計350.7メートルトン1945年7月3日16時23分。 マリアナ諸島のグアムサイパンテニアンの3島4基地から、徳島、高松、高知、そして、姫路への爆撃のため501機の B-29 が出撃し、伊洋島を経由して、それぞれの都市へと向かった。同日深夜から翌未明にかけての約2時間、姫路市が一前域に、焼夷弾が降り注いだ。日の出は、姫路駅前から上がり、順次周辺へと拡大、町は、 火の海と化し、倉庫数の40%が消失。鹿までも一部が被災した。死者173人、重軽傷者160人余り、全焼家屋約1300戸、被災者45182人。姫路城は天守に命中した、焼夷弾が発火せずに消失を免れ、その姿に勇気づけられた被災者もいたようである。 1945年7月3日午後11時50分から翌日午前1時29分、アメリカ陸軍航空軍第21爆撃集団所属、第313爆撃弾106機 E46546.6 メートルトンヤン M47A2220.5 メートルトン計767.1メートルトン。ありがとうございます。